にちは、モモライフチャンネルです。ココです。あつきです。はい、今日はインスタグラムで質問コーナーをして皆さんに質問を募集しました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いしますその中から100個質問を用意したので、100個質問に答えてもらいたいと思います。100個サクサクって答えてくれたらいいです。はい、OK、いいですか。いきます。それではどうぞ。いきます。名前を教えてください。あつきです。ココです。誕生日は10月2日。1月7日です。今何年生ですか。4年生です。1年生です。あだ名はみんなに何て呼ばれてるか。ココちゃん。普通にあつきって言われた。そうね。身長何センチですか。140センチ。120センチ。いや120センチ多分ないと思う110くらいじゃないかな。110。服のサイズは150。120。好きな色は白。薄ピンク。右利きですか、左利きですか。右利きです。右利きです。習い事何してますか。野球です。体操と個室です。何曜日が好きですか。金曜日です。金曜日です。家の中で一番好きなところはソファーです。ソファーです。あ、違う、ベッドです。寝相はいいですか。悪いです。悪いです。ですね。自分を動物に例えると？犬。うさぎ。好きな季節は？夏。冬。へえ。だってさ、雪だるま作れるもん。ああ、なるほどね。好きな天気は？曇り。雨。ああって水飲むから。昨日の夜何食べた？串カツ。今日の朝何食べた？サラダです。ミスドです。朝ごはんはご飯派？パン派？パン派。パン派。好きな食べ物は？ハンバーグ。トマトとイチゴです。嫌いな食べ物は？ナスです。ナスです。好きなお菓子は？ガムです。チョコです。好きな果物は？レモンです。イチゴです。白ご飯に合うものは何だと思いますか？納豆。ふりかけ。お弁当のおかずで何が好き？スパゲッティ。たらこスパゲッティ。好きな給食は？カレー。カレー。嫌いな給食は？と、なんかイカとタケノコのなんか緑色がついてるやつ。あ、ここもする。なんだろう、あの緑のやつがゲボみたいだった。おい好きなパンは？チョコチップ。チョコチップです。よく飲む飲み物は？水です。水です。ママの料理で何が好き？手作りカレー。なんか野菜がたっぷり入ったやつ。ナスが入ってないやつみかん何個食べれる？え、1日5個はいける。100個はいける学校で好きな教科は？体育です。図工です。苦手な教科は？国語と算数。算数です。宿題にどれぐらい時間かかる？30分ぐらい。わからん、1時間ぐらい。そうね兄弟で一緒に宿題することある？ある。朝何時に起きてる？6時50分。知らん朝起きるの辛い時どうしてる？帰ってきてゲームする。想像して起きる。 YouTube 見ながら起きていることを想像する。そうか学校の休み時間何してる？タブレットでプログラミングしたり。タブレットでマイクラしとる。学校で好きな子いる？僕。お互いの好きなところは？ない。ない。顔。喧嘩する？する。どんなことで喧嘩する？しょうもないこと。お菓子の取り合い。どうやって仲直りする？自然。自然仲良しの秘訣は？分からん。分からん。二人が入れ替わったら何をしたい？1年生の中で一番友がいい。4年生の中で人気者になる。お互いに直してほしいところは？起こしたら逆ギレされるところ。友達とゲームをしたい時にここも入れてほしい。兄弟がいてよかったなと思う時はどんな時？疲れた時に抱きついて寝る
ニーニーがギューしてくれる。兄弟で2人似てるなって思うところはどこ？変顔。じゃあ同じ変顔して。似てる。最近嬉しかったことは？ポケモンカードを10パック買った。いろんな人に服を買ってもらった。最近泣いたことは？野球の試合で負けて悔しくて泣いた。だからジータに怒られたことある？ある。ジータのどこが好き？遊んでくれる。何でも買ってくれる。サーさんのどこが好き？遊べるところに連れて行ってくれる。ママがおらん時とかにいろんなところに行かせてくれる。家族で楽しかった思い出は？旅行。次旅行行くならどこ行きたい？北海道。ママのお腹にいた時のこと覚えてる？覚えてる。どんなこと覚えたの？一回違う人の中にいたよ。ここ？うん。へえ。その人の中にはもう赤ちゃんがおったよ。へえ。じゃけな、ママの中でした。へえ。背中からドア開けた。怖っ。ママの好きなところは？面白いところ。何でもしてくれる。ママに直してほしいところは？ない。ある。お、何？これやりなさいって言う。それはここが宿題とか中途半端にするけん怒られる。やりなさいっていう言い方がダメ。はい、反省します。どう言ったらいいじゃん？ん、これやってやりなさい。ママに怒られて怖かった時はどんな時？ない。大きい声で。ママに甘えたい時ある？毎日ある。最近見た夢は？ゲームの世界に入った。ゲームの世界に入った。何のゲーム？マイクラのゲームの世界だ。怖い夢。怖い夢だ。どんな怖い夢？3人で買い物行っとったよ。そしたらお化けばっかりでママと兄に食べられた。怖いものは何？ない。好きなテレビは？野球中継。お笑い芸人がするやつ。有吉の壁。あ、そう。何のスポーツが好き？野球。体操。将来の夢は何ですか？プロ野球選手です。ギャルです。プロ野球どこのファンですか？ソフトバンクです。わからんな。じゃあ、あつきに聞くわ。ホークスの選手で誰が好きですか？柳田選手と周東選手。おう、これもちょっとあつきだけになるけど、野球の練習で心がけていることは何ですか？最後までボールを追いかける。はい。行ってみたいところはどこですか？エスコンフィールド。日本ハムファイターズの本拠地ね。ユニバや。ユニバ、うん、今行くとしたらユニバとディズニーランドどっち？ユニバ。なんでそんなに面白いの？もともとママが面白かったから。そうかな。分からん。何のキャラクターが好き？ポケモン。ピカチュウ。好きなディズニーのキャラクターは？チップです。一番心が楽しくなるときはどんなときですか？友達と遊んでいるときとか、あとなんか卒園式のとき。一番小さいときの記憶で覚えていることは何ですか？小松とハヤブサが連携したのを見に行ったとき。うん。4歳かな。キャリーバッグに髪の毛刺したんだ。いや、これ本当にほんまに1歳の時よね。乗れるキャリーバッグがあるんですよ。それに乗ってて後ろにこう反ったんですよ。そしたら髪の毛がキャリーバッグのタイヤっていうかコマに絡まっちゃって取れんくなって、しかも新大阪の駅のところで、そしたらみんなが集まってきてみんなで一生懸命撮ったよな。好きな言葉は？サンキュー。ありがとう。なんでそんなにお肌スベスベなの？笑ってるから。わかんない。最近カラオケ行った？うん、行った。何歌った？鬼滅の刃の主題歌ピクミン。最近のブームは？ゾンビダンス。何して遊ぶのが好き？ゲーム。 YouTube。 ゲームと YouTube どっちが好き？ゲーム。 YouTube。 よく見る YouTube は？野球。いろいろ。最近覚えた新しい日本語は？ない。漢字。お、何の漢字習った？男とか。
今欲しいものは、新しく発売したマリオの新しいゲーム。かわいい服。最近買ってもらったものは、グローブ。服。これはココちゃんに質問かな。今も西八幡に買い物行く？行く。犬派？猫派？犬派。猫。変身できるとしたら何になりたい？犬です。ギャルです。憧れの人いますか？柳田選手。パフュームのあーちゃんです。はい。一日だけ自分以外の何かになれるとしたら何になりたいですか？犬です。ギャルです。それは何でですか？四足歩行で歩いてみたいから。犬体重が軽いけなんか歩きやすいから。昨日テレビでやってたギャルあるが、ギャルになりたかった。あ、そう。宝物ある？うん。何？ゲーム。おもちゃ。今ハマってることは？ポケモンカードの開封。なんかいろいろ。今の悩みはありますか？ないです。ないです。しんちゃんの真似できる？うん、できる。わわぁ、おら、ぬらしんすけ5歳。にゃんちゅうの真似できる？にゃんちゅうだにゃん。タラちゃんの真似できますか？タラちゃんです。タラちゃんです。じゃあ、あつここの自撮りをどうぞ。変顔まで3、2、1。もう一個変顔まで3、2、1。はい、これで最後100個目の質問です。最後にファンの皆様へ一言。いつも見てくれてありがとう。いつも見てくれてありがとうございます。はい、100個質問お疲れ様でした。背中痛い。意外と答えれたね、にゃんつにゃんちゅだにゃ。質問をくれた皆さんありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンも押してね。バイバイ。ママライフで撮影体験をしたい方はぜひ概要欄からご応募ください。